こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。今日のテーマはこれです。産後1ヶ月までの過ごし方。産後1ヶ月までの過ごし方って、まあ、心の問題と体の問題があって両方話したいんですけど、今日はとりあえず体の変化っていうところに特化した話をしたいと思います。産後1ヶ月まで心の変化もすっごいもう激動なので、そこはまたね後日話したいと思いますけど もう退院してきてから、まあ、大きかったお腹がちっちゃくなって、でかかととかもね、もう靴下とかも履きやすくなって、すっとこう落ちたものが取れるようになってっていうので、体が軽くなるので、ついついね退院した後無理をしがちになってしまうと思います。20代前半とかの若いママとかもね、ついつい若いが元気なやな、あれ動きたくなるよね。ゆっくり過ごして絶対無理やもんな、昼寝して無理やもんな、子供上から乗ってくるしっていうので、どうしても無理をしがちなんですけども、産後1ヶ月までのね、体のママの体ってどういう風になってるかっていう話をねしたいと思います。子宮の中がスケルトンで見えたらめっちゃわかりやすいし、見えたら多分うわちょっと静かにしとこうって多分ね思うんですよ。だけどね、こうか不幸か見えないからね、お腹の中っていうのはね。子宮があって、ここが膣ですね。でここが子宮口で、これが子宮口で、でこれが子宮ですよね。で産後の子宮ってね、妊娠中はここにこう胎盤がくっついてたわけですよ。胎盤がくっついていた。でお産をして赤ちゃんが出ていくと、この胎盤もベリベリと剥がれて体の外に出ていきます。でこの胎盤っていうのは、この子宮の壁にね、内膜にここビシーってものすごいたくさんの毛細血管でくっついてたわけですよね。その毛細血管が、ここの毛細血管がビリ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 って全部剥がれて胎盤が出ていく。ということは、産後のママの体っていうのは、胎盤が出ていった後、この子宮の内膜、ここに胎盤分のこんだけの傷ができてるわけですよね。大きさで言うとね、何かな、これかな、何かな、これぐらいのね、毛細血管でビシッてくっついてた、それが剥がれたから、これぐらいの大きさの傷がこの子宮の壁のところにできているわけですよね。でこれが、まあ、1ヶ月半ぐらいかけて徐々に治っていく過程がオロなんですよね。オロ分かりますよね。産後出血しますよね。でだいたい産後4日目5日目ぐらいまでに、このオロのもうほぼ 80% ぐらいが排出されるっていうふうに言われてるんですけど、まあ、残り 20% きれいにこの傷跡がきれいに治ってかさぶたになって、今だというその時期にいい感じにこう出ていってくれると、この傷跡はきれいに治るわけですよね。だけどどうしても産後に無理してしまうって、自転車乗ってちょっと服バーゲン行こうやとかやっちゃう人たまにいてね、そういうことやると絶対オロが増える、無理して動いた後ってオロ増えます。この傷が治ってきてかさぶたになってきました。これが無理しちゃうことで、まだ剥がれたあかん時期にこのここがベリベリって剥がれてしまって出ていっちゃうんですよね。これがオロが増えるっていう現象ね。ちっちゃい子供がね、膝小僧怪我しました。で怪我したかさぶたできてきたところをくってめくってしもて、また血出て、ほらもう触るからまた血出たやないのって言って、また血出て、ほんでまたかさぶたなってくんねんけど、また困難するからまた血出てって言って、なかなか治らへんっていう触っちゃう子供いますよね。でそんな感じで傷って治していくと、その膝小僧はもちろん傷は治ります。だけどそういう治し方しちゃうと傷跡が残ったりしますよね。同じ現象が子宮の中で起きるっていうふうに思ってみてください。オロがこの胎盤あったところが傷になってる、それが治ってくる、かさぶたになる、いい時期になってこの内膜がきれいになってきた時に剥がれて出ていく、それにオロが全部出ていく、出終わるのに1ヶ月から1ヶ月半かかるっていう状態のところを、かさぶたなってきたのに産後2週間で無理をした、剥がれてもうた、オロ増えたみたいなことね。
そうするとまたこれ出血してまたかさぶたになってきてまた無理するから出血してっていうのを繰り返すわけですよ。だけどそういう治し方をしちゃった子宮内膜っていうのはこの胎盤膜についてたこの子宮のもうほんまこの辺ですよね。この辺も全部血液がたくさん流れていて、であとリンパが通っています。まあ、血液とあとホルモンですよね。ホルモンが流れているわけですよね。でそこで無理をしちゃった後のこの子宮内膜どうなるかって、ここの組織がね硬くなっちゃうんですよね。そうするとここ硬いからこの中を通っているここのこの血流であったりリンパの流れっていうのはどうなりますかね。血流が悪くなっちゃうわけですよ。そうするとよくね産後無理をしたら更年期障害ひどなんでっていう話聞いたことないです。あれまさしくこれなんですよね。産後に無理をしちゃうことでこの胎盤があったここのところの組織が硬くなっちゃったらそこに流れる血流が悪くなる、その中をホルモンが流れている、ホルモン円滑に流れるかったらここで止まっちゃうわけですよね。うまく流れない内膜の中の血流はさらに悪いわけやから、ホルモンの流れがもっと悪くなっちゃって、で更年期障害がひどく出るっていうようなことも言われています。これだからこの傷のとこがね、まあ、スケルトンでね子宮がねこう見えたりなんかしたらね、もうほんまにこんなでっかい傷あるわけやからね、おとなしくそこなんねんけど見えへんねんな。でお腹ちっちゃなったし動きやすくなったからっつってもういけるかなっつって動いちゃうんで、産後本と1ヶ月まではねちょっと贅沢かなっていうぐらいゆっくりしてもらってちょうどいいんちゃうかなっていうふうに思います。よく昔産後1ヶ月までは水仕事をするなっていうのをね言いました。で今でもねちょっとこう里帰りとかしておじいちゃんおばあちゃんとか一緒に同居してはるお家とか、あんた産後1ヶ月まではそんな水は使ったあかん、もう頭も洗ったあかんよって言われて、洗髪したいんですけど気持ち悪いんですけどおばあちゃんに髪の毛洗ったらあかんって言われてとかで相談してくるままいるんですよね。で昔は水を触るなって言ったんだけど、それはなんでかっていうと昔は今みたいに水道ないしね、洗濯機なかったしね、全部こう川まで水汲みに行かなあかんかったわけですよ。それを産後1ヶ月の骨盤がもう緩んでグラグラの状態で、でもう川で洗濯してみたいな、そういうことをやっちゃうとグラグラになったその骨盤がちゃんと戻っていかなくて産後の日立ちに影響するよという、そういうことをやったんですよね。で昔の家は寒かった、今なんか暖房とかありますけども、もう昔の家ほんまにほんまに環境悪かったから冷える、そういうことやるとね。で産後やっぱりこうね体が不安定な状態で、子宮は元に戻ろうとする、戻ろうとする、この2つは相反する動きをするわけですよ。子宮は戻ろうとする、元に戻ろうとする、乳腺は進もうとする、進もうっていう人と戻ろうっていう人がバーンってぶつかるからわーってなるよね。これが産後や、こんなんやから水仕事は赤いよって、で頭もあるそのさっぷりさっぷりで、昔の家のお風呂でね水汲んでですよ、シャワーなんかないからさ、そんな状態で洗髪とかやったら絶対無理がかかる、で産後の日立ちが悪くなって更年期障害ひどなるからダメっていうようなことをきっとそのおばあちゃんは言わはったんやろうなと思うんですけどね。今は環境よくって水道もあるし、もうガスも IH もあるし、ね、暖房も冷房もあるので、そんなに神経質にならなくてもいいかなというふうに思います。水仕事別にしてもらっていいけど、まあ、家事はやっぱりそんなに無理はしないでほしいなと思うし、もう最低限にしてほしいなっていうふうに思いますね。基本はやっぱりお布団引いといて、いつでもこう休めるような状態を作ってっていうので、赤ちゃんの世話にこう専念してもらって、家事は最低限、もう掃除しんでもしねへんから、でご飯なんかその頑張ってやらんでもね、おすすめは鍋です。鍋っぽいやつ。具沢山の味噌汁よね、前言うたらね、豚汁みたいな感じでドーンと作ってもらって、でも何入れても美味しいじゃないですか。野菜何入れても美味しいし、肉入れても魚入れても何入れても美味しいよね。もうそういうこう鍋っぽいやつをドーンと一つ作っといて、ご飯炊いて、あと納豆あったら、もうそれ産後のご飯として最高やね。おっぱいにもめっちゃいいよ、食事内容です。旦那さんがこんな物足りひんわっていうことやったら、もう仕事帰りにどっか駅前で揚げ物でも買ってきいやっていうので、で鍋も3日分ぐらいちょっと多めに作っといて、冷蔵庫で保存しといたらいけるから。3日後にまた鍋作ってぐらいの感じで、意外と家事もそないに頑張らんでもねできるんですよね。でお母さんとかに来てもらうっていう人もいると思うんだけど、そういう人もお母さんに毎日毎日来てもらわなくても掃除しんでもしなへんからね、3日に1回とか来てもらって、そこで3日分のご飯ボン作っておいてもらって、冷蔵庫入れておいてもらって、でまた3日後に来てもらってっていうぐらいで、ええ感じでいかんと、多分ママのお母さんも娘が産んだ孫がいる、じゃあ娘と孫のために必死やからね、
私もおばあちゃんの気持ちわかるわ、私娘が産んだんでね、わかるわ、必死になっちゃうんですよ、やってあげたいって思うのね。でもね、頑張りすぎてね、絶対疲れるんですよ。で、娘の方も産んだ張本人ママも自分のお母さんのことだから見てたらわかんねん。お母さん疲れてきてるわ、イライラしてるわ、なんかこうトゲが立ってきてるわって見てたらわかるんですよね。で、自分自身も産後やからイライラする、そういうお母さん見てたら。で、お母さんがなんかポンと言った、あんたなんもうママになったんやから、産んだんやから頑張りなさいみたいなことポンと言ったことが、いつもだったらそんなお母さんって言ってハハハで終わるところが、ちょっと待って今何言ったみたいな話になって、ドーンと精神状態悪くなってマタニティブルーズになっていくっていうね、これ心の問題また話しますね。本当に産後は力を抜いてください。でも最低限の家事でいいし、で基本赤ちゃんのことに専念してもらってのんびり過ごして、ゴロが完全に自然になくなっていくまでゆっくりも待ってもらうのが一番いいと思います。産褥期っていうのは産後8週間までいます。産後だから2ヶ月ですよね。ここまで来たらもう普通の生活戻ってもらって全然構いませんので、産後 2ヶ月まで、産後8週間までは本当に無理をせず、ゆったりと過ごしてほしいなっていうふうに思います。では今日産後の話しましたけども、11人産んだ助産師久子の子育て学校、チャンネル登録をしてもらって入学してください。